どうもおはようからこんばんは、殿でござる。サバイブミスターキューブ、今回単発としてこちらの実況やっていこうと思います。まあ、私としては、まあ、インディーズゲームは昔やっていた期間がありまして、まあ、久々に何かやりたいなと思って探しておりますと、こちらのゲームが現在 50% オフでだいたい500円か700円くらいで買えるんで、ちょっとねやっていこうと思います。でどういったゲームかと言いますと、まあ、どうやらこのミスターキューブという方がこの森っていうのかな、中に一人放り出されて、なんかこう周りから来る敵をこういろいろ作りながら守るという、まあ、そういうディフェンスのゲームなんですよね。でそのマップ自体も毎回ランダムで生成されて、まあ、どれだけ生き残れるかというのを、まあ、やるゲームみたいです。で、まあ、ちょっとやろうと思っていたんですけれども、オープニングでちょっとねいろいろ、まあ、あらすじがあるんで、まあ、そこから見ていこうと思います。というわけでプレスエニーボタン。ほ、あの事件が起こるまでは、まあ、なんかこう結婚する感じですよね。いや、カプセルそんな引かれるより飲むかな、見るからに怪しいですよね。バーテンダーさんもなんじゃこいつはみたいな目で見ているし、それで素直にカプセルを飲む。で目が覚めるとここだった。普通にもうスーツ姿ですよね。完全放り出されているな。いや、あれですよ、故郷に帰ったら彼女にプロポーズするんだみたいなフラグを立てるからこんなことになるんですよ。でこの画面に戻ってくる。起きなければ、腕もちぎれているな、やばいな。体が重い。一体ここはどこだ。とんでもないところに放り出されているな。お、あれはなんだ。Lスティックで移動する。こんな感じで動き回ることができる。ただ周り場所なんだろうな、このエリアしかないよな。で武器がある。松ボタンでアイテム入手。ロングソード。現代社会なのに落ちている武器がロングソードで、 R スティックで攻撃ができる。あー、私もそうですね。パソコンの前に座りっぱなしだから体力が持たない。スタミナが切れると攻撃ができない。これが回復アイテム。押すことができるんだ。緩やかに回復はしていくんだ。5秒間の間生命力を回復する。一応体力はじわじわと回復している。このゲートは何だろう。いても特に何も起きない。ああ、でもポータルという認識はあるんだ。そうだな、一体何のためにこんな場所にいるんだか。さっきくぐったんだがな、あまり現実逃避するなよ。じゃあこれがポータル。あ、解放します。旅立つことはじゃあできるんだ。白骨魔王キューブ、地獄の骸骨悪魔。はあ、はあ、脇骨を取っておでこにつけて、で魔王と名乗った。いいですよ、私も昔は魔王をやっていましたからね。懐かしいな、メゾンド魔王。
ただ結構ロード時間あるな。次のマップ生成でそこで敵が出てくるみたいな感じかな。一体今回の枠内でどこまでいけるか。でも回復が緩やかってことはあんまりダメージは受けられないよな。未知の森。どうした？何もないよな。一応範囲は枠ではなくて広がってはいくんだ。あ、何かいる。しかも早速何のチュートリアルも今回ないぞ。お金が出る。まああまりこう近寄らせさせすぎないようにしないといけないな。ただ結構来るな。しかもイノシシばっかり。木とかは切れない。あ、これは何だろう。え、絶対怪しいよね。お、しかもミミクから敵になった。ただスタミナ回復薬、丸ボタンで使うね。だから取ったのに使っていなかったからこうなったんだ。じゃあどんどん探索していきましょうか。今のところはイノシシばっかりで、ここが端っこでまたあるな。さっきのは開けたはいいもののアイテムはくれるがミミックになるみたいな感じかな。開けてで離れる。やはりそうか。ふう。でもアイテムを一体どれだけ持てるんだろうか。体力もじわじわ回復しますからね。お、あれはなんだ。おーっと攻撃をしてきた。一体お前はなんだ。しかも強い。まあ待て待て、回復させて。シールドがかなり強いな。あいつは一体何なんだ。簡単にやられそう。お、やられてしまった。あいつなんだ。こいつもなんだ。コスプレマニア、言っておくけど男。やられてしまったな。あいつなんだ、強すぎるな。今回のやつは弱すぎた。次から次へと送り込んでいるということか。あ、でも次は強そうだな。ヒゲのおじさん。しかもこいつは誰だ。アイテムを引く。でもお金足らないですよね。しかも初っ端は手槍を持っている。迷子のキューブ。お、移動速度アップ。死んだらこういう風になるのかな。多分前回の私のお墓ですよね。で、お金があったら、まあ、多分アイテムを引き継げるんでしょうね。じゃあ行きましょうか。旅立つ。今度は中世ヨーロッパあたりの兵士からこう転生みたいな感じになったのかな。っていうか一体何なんだこのキャラクターは。ハンバーグキューブ。ハンバーガーの国の王子様。じゃあこういう風に繰り返していけばいいんだ。でも最初のちょっとしたボスキャラっていうのかな、あれは強いのな。シールドバッシュみたいなので攻撃してくる。で、体力が全然足らないんですよ。でも今回は手ありでリーチありますよね。じゃあ槍ですよね。あー、でも結構前進するな。筋力強化剤。じゃあどんどん探索。おっと、どうした。敵が変わっている。イノシシではないな。魔法みたいなのを撃ってきていますよね。まあでも今のところ槍自体は攻撃力が高い。攻撃でついついこう丸を押してしまうんで、今アイテムを使って。どうした。毒か。いろんなこういうのがあるんだ。相手も食らっているんだ。追い込めば強いかもしれないな。お、またアイテムがある。
そうだ、ついつい攻撃してしまうんだよな。よし、いいぞ。×ボタンでアイテム入手で丸で使う。ちょっと操作感が難しいところはあるが、突っ込んでいったな。ただ突きも当たらないな。移動力は上がっているんだよな。お、なんだこいつは。いや、槍の方がいいんじゃないのかな。でまた筋力強化剤、さらには体力回復薬。アイテムはいっぱいいっぱいか。じゃあ筋力を上げてこれを取って、スタミナも多分いらないな。やっぱり体力だ。お金は現在54。こっち下向きでいくと結構難しいな。魔法の中でも突っ込んでいくという。ただ攻撃が当てづらい。こういう時にスタミナがあった方がいいんだろうな。まあでも体力は今はそこまでは減らない。お、雲がいる。で向こうにも敵がいるな。お金は欲しいぞ。体力はじわじわ回復するからな。今はいいとして、じゃあ次のポータルっていうのかな。お、これは何だろう。普通の泉かな。ただ回避ボタンがないからなかなか避けるのが難しい。自分から当たりに行くという。しかも追尾してくる。敵が結構増えてきたな。一撃で倒せないこともある。攻撃力とリーチはあるが、ただただなんだろう、範囲が狭いから難しいな。しかも結構な頻度で敵が出てくる。こういうのを一網打尽にしたいな。お、強そうなのが来た。来たのはいいが、あれだよな、筋力強化とかないからな。距離を取ってまとめて倒す。あいつは強そうだ。ヒット&アウェイでいきましょう。お、倒した。でも2発か。そこまで強いわけじゃなくて向こうにもいるな。さあバックアタック。次のエリアには一体どうやっていくんだろうか。このおっちゃんやっぱり強いね。さっきのはダメだったな。チュートリアル用みたいな感じかな。だがあそこで死んでしまったということは結婚はできないということか。悲しいな。ただこのおっちゃんには特にストーリーとかないですよね。ただやり難しい。当たらないんですよね。あいつは強そうだ。しかも敵が出てきた。いいな、強そうな槍を持っているではないか。ゴリ押しですよ。ゴリ押しはダメだな。回復しよう。お、あ、マップか。まだ死なない。しかも斧を投げてくる。お、危ないな。私と同じ槍使いか。どちらが強い槍使いか。てか敵が普通に出てくる。あ、やられてしまった。敵も回復しているのかな。かなり強かったよな。暗殺成功 0% 率の暗殺者だな。今回そこそこ頑張ったんだかな。どんどん強くなるとかあるかな。次はまあガチャというところの外れを引かないようにしないといけないな。またおっちゃんか。ふう、やれやれ。いやだがなかなか強そう。しかも今度は斧。でも武器とか拾わないな。
あ、警備兵だったんだ。お、生命力アップ。なあ、お金は足らないか。お金はじゃあ引き継ぐことができるんだ。じゃあ行きましょう。回転斬りが使える。よし、ロード完了。もう道の森から全然出れていないからな。今のところはこんな感じで。あ、でも見ると右上なんかポータル見えますよね。ただあのマップ広いな。そこまで行かないといけないのかな。まあ、ちょっと今回はそっちを目指して行ってみよう。いや、なかなか楽しいな。あのね、どんどんね、実はトロフィーを手に入れているんですよね。やった、行き止まりか。走るとかはないのかな。今のところは敵はいるな。おっと、スショパン食らってしまった。お、回転斬り、なかなか楽しいな。で、アイテムがある。お、スタミナ回復ね。で、細い道だな。お、これはミミック、もう回転しまくりますよ。でかいイノシシ、だが切りまくる。ゴリ押しだが、タスタミナが持たない。てか、ちょっと強すぎないかな、イノシシ。え、そんなに強いかな。体力は持つからいいんだが。おお、倒した。あれだけ倒さないといけないんだ。ハートポイント、なんだろう。何かハート半分左上に出ているが、体力が増えるわけではない。もう一個取ったら伸びたりするのかな。もう筋力強化どんどん手に入れているな。ならばこれで筋力を強化して、で回転斬り、あいた、押しっぱでずっと回転できるのはいいが、スタミナが持たないな。でマップで言うと今ここまで来ている。今回は複雑なマップだな。お、毒の霧か。お金は122。おっと、移動速度があんまりないからな。避けるのが結構難しい。しかも手斧か。同じ斧使いだがスタミナがない。回復させて、で回転斬り。ふう、体力も、まあ、今回体力は多いからな。アイテムが結構ある。これは何だろう。お、ミミック、瞬発強化剤、何だろう。お、移動速度が上がる。これはもう使っていきましょう。あ、いいですね。避けやすくなっている。斧がいいな。槍は確かに強かったが、あんまりね、攻撃が当たらないんですよね。おやおや、お前もダメージを受けているぞ。しかも自滅。で、これは何だろう。何か召喚してくる。しかも攻撃もしてくる。結構強そうだな。お、どうなった。塔の訪問者というトロフィーを手に入れた。で、これが、お、ポータルか。もうちょっと探索したいなという気持ちもあるんだかな。お、アイテムがある。で、ミミック、一撃食らったな。じゃあ体力を強化、回復させて、で氷を取りましょう。よし、じゃあ次のエリア行きますか。やっと未知の森出れ、また未知の森か。しかも北雲かな。やばそうなのいるな。お金だけもらっていきましょう。やばそうなのは避けていきたいんだよな。マップで言うと、あー、そっち方向ね、ポータル。こういうのやばいよな、絶対勝てないよな。
スタミナ回復を使えるようにしておいて、倒すことはできたが、おっと、クモの巣に引っかかると移動力が低下する。でもそこまで強くはないな。一応ゴリ押してなんとかはなる。毒の霧か。こっちから回っていけるかな。アイテムしかない。体力回復がいっぱいあるな。ならば使っていきましょう。5秒間ですよね。これでマックスまでいけるか。で、持っているアイテムも3つ。やっぱり回復が欲しいよな。ちょっともったいないが、筋力を、30秒間だけ上げといて、でこれを拾って、で急いでいく。こっち方向で道があればいいんだがな。せっかく筋力強化しているから、どんどん倒していきたい。結構強気に進んでいきますよ。アイテム、あ、また回復ね。スタミナも欲しいが、使ってやっぱり体力かな。生命力を上げないと。せっかく次のエリアまで来たんだ。瞬発力ね、置いておこう。こういうのって消えるのかな。ただ今回敵はあんまり出ないですよね。おっと、危ない。どんどん進んではいるが、お金は現在200。ただマップ的にはですよね、ポータル行けないよな。だな。でも結構食らうな。これを見ると、体力回復、スタミナも欲しいところだかな。でも次のポータルは一体どこだろう。アイテムはあるんだが、筋力ね。マップでは結構埋まっては来ているんだよな。ただ斧楽だな。回転攻撃はいいな。もう出し惜しみはしない。どんどん使って、おっと、連続で使ってしまったか。移動力はあるからな。ただ2体は厳しいかもしれんぞ。ほら、どんどん食らっている。なんとか攻撃を避けながら倒す。お、またいるな。一気に取って、で筋力を上げて、で回転攻撃。ただ大丈夫かな。結構ね、ボタンを間違えて、バスと丸を間違えるんですよね。あー、まとわりついているな。ふう、筋力強化でなんとかなってはいるが、敵の攻撃が激しいな。金はもう234。これでアイテムとか引き継げるのかな。お、毒の霧か。スタミナ回復欲しいところだ。こういうのは破壊できないよな。でもポータル的なものが全然見えたな。ならば行きましょう。お、召喚か。ダブルトマホークブーメランか。で、召喚してくる。今度は弓。おお、ポータルになった。
しかも体力回復もゲッチュ。ならば次にも行ってみるか。今回死んだら終了かな。とか言ってるとすぐやられたりするんだよな。まあ森すら出れていないが、いいね、このおっちゃんは強い。おっと、今のところ敵自体は強くはなさそうだ。ならばスタミナ回復に切り替えて待ち伏せよ。やったか、東からも来た。ふう、危ない危ない。じゃあ体力回復使いましょう。リーチはないから敵の攻撃を受けてはしまうんだがな。だがあとは自動回復のみ。よっ、だが体力回復が出た。やばそうなのもいるね。私が攻撃している隙を狙って魔法を打ってくるか。打たせてから攻撃よ。イノシシの攻撃は一発食らってしまうな。おっと、スタミナがない。で、これはアイテムで、ミミックさんかな。じゃあもう回復は使っておいて、であと筋力強化も使う。で、これで両方とも手に入れる。さあ次のポータルはどこかな。いや、でもやっぱり体力回復も欲しいよね。筋力回復を延長させてこれを取りましょう。で、ポータル発見かな。いいですよ、なかなか順調だ。幼少子もうどんどん行きましょう。ボスとかもしかしているのかな。なんかヤバそうなところに出ましたよ。数も増えてきているな。ただ体力回復は2つ持っているんでまだいけますよね。ゆくゆくはボスみたいなのもいるんじゃないのかな。これはなんだ、なんかこうゼンマイみたいなのがあるな。しかもウリボーも増えてきている。増えすぎたよなそれな。さあ大回転斬り。ただスタミナ回復がないからその管理は気をつけないとな。ちょっと回復を待って、今のところはやっぱりそっち方向にポータルがあると見ていいんだろうか。動力強化。お、暗殺者か。しかも暗殺者強すぎないか。いや、やられてしまうんだが、暗殺成功率ゼロですよね。まあ火矢を打ってきているのか。くー、強いぞ。何か回復をしたが、やられてしまった。暗殺者強いな。全然攻撃してもやられない。で、また弱すぎるですよね。最初サラリーマンだったのにどんどん変わるな。今度はモーニングスターみたいなやべえのを持っているな。まあ、実況は今回で終わりでしますが、バイキングだったんだ。スタミナ強化で、これなんですよ。気になるのはアイテムを引く。おお、おお、おの回転切りのレベル2か。じゃあほんのちょっとだけやってみようか。なんかこうガチャみたいな感じですよね。で、武器も切り替える。あ、でもこれも強そうだが、スタミナ
じゃあ次のアイテム何なんだろう。200で凍りついた心臓。得得不明の何か。わからないな。鉄槌も欲しいが、これも気になるな。シャープ16って何なんだろう。モーションが一緒なのはやっぱりね、こっちにしましょうか。どんどん強くなるのかな。やっぱちょっと気になるな。やってみよう。骸骨騎士キューブ。はい、というわけでまた未知の森に来ました。いやでもこのゲーム、なんだろう、むちゃくちゃ面白いぞ。単発で終わるかなと思っていたんだが、なんかこう機会があればまたやってもいいですね。とりあえず新たな武器、ソーラー。ただスタミナすごいな。で、気になるのはこれなんですよ。一体何なんだろう。魔法みたいな感じかな。だから距離を取って、ちょっとやめて、説明しているから。距離を取ってこう使ってこうなりますよね。でも武器を切り替えないといけないからな。ただなかなか強いな。でやられるたびにこう新たなこうキャラクターになって新たな武器になるから、結構ねやっぱりやっちゃうんだよな。お、強そうなやつがいる。ならば今回は勝てるかどうか。で魔法に切り替えて撃つ。え、効いていない。おかしいな、ダメージそんな少ないかな。叩き落としました。え、じゃあ効かないんだ。ただどんどん敵は出るからな。またやられてしまいそうな気が。ただこいつには勝ちたいなとか言っていると、どんどん敵が出てくる。瞬発強化ね、使って移動力強化。さあ当たるまい。ただ端っこに追い詰めるのも危ないな。よーし、倒したぞ。だが結構攻撃しないといけないな、こういうボスキャラみたいなやつかな。ふう、しばらく瞬発力上げていたから急に努力落ちると遅いな。とりあえず使っていきましょう。こういうのは一発でいけるんだがな。ボスキャラが本当に強い。で体力は回復。あれか、魔法攻撃もできるが、まあものによってはダメージが非常に少ないんだな。でボスにもある程度防御力というものが存在していて、攻撃しても効かないとかあるんだ。なるほどね。よし、じゃあこの辺にしましょうか。このサバイブミスターキューブ、なかなか面白いので、まあちょっと暇になったりしたらまた上げてみてもいいかな。ではこれまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。ではさらばだ。